そこで集った方々は日本の宝です希望と意欲にあふれた若者たち黙と<祷>被害に遭った社員や その家族を置き去りにして会社の再建は,はありえないものと考えておりました弊社にとって皆様のご支援は大きな力となっております事件の最下は破壊しれないほど大きく失われた可能性を思うとき言葉もありませんそんな困難にかかわらず弊社社員は一丸となって力を尽くしてくれました私 そして京都アニメーションは世界の中の日本の京都の会社としてこれからも世界中の人たちに夢と希望と感動を育むアニメーションを届けたいと存じます。